新潟市北区で今日地元の園児たちが特産のさつまいもシルキーモの収穫に挑戦しました。頑張れ頑張れ頑張って。今日新潟市北区で芋掘り体験をしたのは富士見幼稚園の園児およそ70人です。収穫していたのは絹のように滑らかな舌触りが特徴の北区のブランドさつまいもシルキーモ。こちらの農場では子どもたちに地元の特産品を知ってもらおうと毎年シルキーモの収穫体験を企画しています。園児たちは地元の土壌で大きく育ったシルキーモを楽しみながらも真剣な表情で収穫していました。お前こんないっぱい取れた。何にして食べたい？お芋。スイートポテト、アイスポテト。先生方とも話すんですけど、やっぱりこういう土に触れ合う機会がないっていうところで触れ合っていただいて、その芋の生の掘りたての色の鮮やかさを見てほしいのと、あとこのシルキーモを知ってもらいたいなっていうのは。園児たちは収穫したシルキーモを自宅に持ち帰って食べるということです。